河合町立河合第一中学校は奈良県北葛城郡河合町にある公立中学校。一般的に奈良県に第一とつく中学校がないこともあり一中と呼ばれる。作詞は文学博士の堀内民一。作曲は堀江誠一。歌詞には学校から見える景色、河合町の特徴、一中性としての人間性が織り込まれている。すべての生徒が 生き生きと楽しく学べ、明日も期待、学校全職員が心を一つにして、わかる、授業の改善に努める、学校保護者、地域社会に支えられ、その期待に応える、学校知性が各人間無にあふれ、ふるさとを愛し、心身ともに健康な人間の育成に努める毎年5月に行われ、3年生が2泊3日で、沖縄本島へ行く。毎年5月に行われ、 一から二年生が日帰りで、大阪、神戸、奈良公園、飛鳥村などに行く。毎年九月に行われ、文化委員会が主催する。午前の部、午後の部に分かれており、午前の部では、体育館で吹奏楽部の演奏や劇、一中名人会などがある。午後の部では、各教科の展示、バザーなどがある。毎年十月に行われ、保健、体育委員会が主催する。 自分の体は自分で守り期待を授業にすべてをかけよう人としての温かさ強さをもとを自主、積極的に学び、行動し、共に高め合う、生徒健康、強い意志とたくましい体力を養い、進んで、ことにあたる、生徒誠実、約束を守り、仲間を大切にする、生徒最寄り駅の近鉄田原本線、池部駅より徒歩4分。ありがとうございます。